あそこ壊すんじゃないの？うん、改装するって言うわ。壊して。隣の古本屋さんも全部あれしたから。うん。そうだね。あれ、マサヨの同級生。古本屋？ヤスク。うん、本当？息子いるでしょ？うんうん。若旦那。うん。あ、そうなんだ。めっちゃよくしてもらったよ。うん、行くたびに一品つけてくれて、うん、いっぱい食べてくださいね。あそこ奥さんの気分がいいじゃん。うん、すごい気持ちのいい店だね。うん、仕事もういらねえわ。これハンバーグかな。もういらねえわもうステーキも食べてないの、うん、ちっちゃいプレートできちゃったから、うん、これ食べたんだ。うん、まあ、おじちゃん、まあ、盛りすぎちゃった。はいはいはい、スマホ大丈夫ですか。はい、大丈夫です。こっちやっちゃいます。ナイフね、ステーキのね。じいちゃん限界があるから。じいちゃん肉は食え、肉。せっかくなんだから。あ、いいよな。うん。夜何食べんのよね。夜何食べんのよね。今日夜もいらないね。昼間からステーキで。いや、いるでしょ。あ、ぶどう食べたもん。食べた？まずかった？いや、食べた。ぶどう。ぶどう。いや、そのままじゃないの？食べた方がいいんだよな。まあ、ぶどうはいいもんじゃん。うん。今日夜ずんだでちょうどいいじゃん。家にあるもん食わなきゃ。じゃあステーク。うん。いらん？うん。いらない。しゅうすけのずんだ食ってはあった。俺食ってないよ。うん。いらない？大丈夫。おいしいの？おいしいというかまあ。まあそうね。この食ってよ。そんなにやらないの？うん、やらかい。じゃあコーナー一緒、うん、一緒。あ、コーナーか。一緒だろ、ほら俺も一口もらってみよう。
これこれちょっと肉違うんだな。めっちゃ一緒。柔らかかったでしょ。こっちやっこい。うん。これ硬い。本当？熱い分だよ。肉熱い分。じゃあじいちゃんこっちでしょ、こっち。こっちの方がいいよ。いいよいいよ、うん、どんな料理でも好きなものをちょこっとずつ食べれたら一番いいよ。じゃがいも。これ芋だ。そう、ポテト、ポテト。なんだかんだ食べてる。食べんの？分かった分かった。これ肉食べちゃいなよ。うん、これあげるから。いやフルーツだよ。パイナップルとメロンと梨。なんでどこについたの？あたしだよな、ここに。おいいね、メロンなんて。今年はスイカも食ってないし、メロンも食ってないんだもん。本当に？スイカ食ってない俺。スイカ美味しかったよ、今年。スイカ食ってないんだよ俺。桃がすごい美味しかった。桃ね。うん。何で食べてるの？うん、残
빠지나 안 빠지나. 오, 야 나오고. うん、インスタントのほら味噌汁とか食べるとさ、下に粉が沈むみたいな。ああ、液味噌ね、分かる分かる。うん、してしてして。液味噌っていうの売ってたの。うん、めっちゃいいよ。何なんだろうと思って買ったのよ。うん。美味しいね。美味しい。あれ、あの、簡単に味噌汁になるから。確かにたまんないよね。使ったことある？使ったことない。動画で見たことある。あ、本当？うん。一本あげようか。あ、そうだそうだ。そういうのじいちゃんが使ってくれたら一番楽なんだよな。あんなん超楽じゃん。これうまいな。どれ？美味しいでしょ？これうまかった。良かったじゃん。メロン？うん。梨も美味しかったでしょ？うん。ついてくるのか。ランチだけついてくるのか。いや全部つくでしょ。つく。あ、すいません。三人全員コーヒーってついてる。じいちゃんもホット？ホットコーヒー？うん、あ、なるほどなるほど。僕もアイスコーヒー出しちゃってください。はい。あ、そうか。俺が先走。じいちゃんコーヒーはあったかいのと冷たいのどっちにするの？あったかいね。あ、すいません。あ、すいません。それでこれご飯も少し食べてね。コーンをご飯に乗っけて食べると美味しいんだよ。もやしとかどうする？どうする？あってみて。お水はいりますか？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？あればあるだけ飲んじゃうから。水大丈夫ですかって言ったら、あればあるだけ飲んじゃうから。
おじいちゃん何が好きなんだかよくわかんないな。おじいちゃんも疲れてるよね。あんまり食べないの。麺はね、麺は好きじゃないよ。トウモロコシも食ったか今年。トウモロコシ食べたよね。うん。じゃあトウモロコシ食ったよな今年な。食わねえな。あれ食わねえか。あれ食った？私は食べたけどね。なんか送られてきたの食べた気がするな。送られては来てないねまだね。去年かじゃあ。あ去年か。のところ？去年だ去年。今年まだ来てねえよ。ちょっとね時期外れてくんで北海道のかなんかの味が、うん、北海道トウモロコシうまいよ。美味しいよね、うん、甘いアイスコーヒーだ。白くてねこれミルクね。うん。名古屋で5本の指に入る生茶だ。うん。ごちそう。うん。はい。じゃあ下げします。こちらも大丈夫ですか。はい。僕も大丈夫です。はい、だって門から家行くまで200〜300メートルだね。実家。あ、行ったことあるの？ないけどその聞いた話しかないけど。大学のサークルが一緒で。お父さんもすごいな。お父さんとかそのまたおじいちゃんもすごいし。お母さん方の方もいいみたいね。みんな経営者。はい、ありがとう。本当なんかドラマとかで温存しみたいな役やってるけど。そのまんまみたいな、ね。本当そのまんま。何杯？タップ。山盛り2つ。3つ多いよ。山盛り入れなかったからさ。皆さんいつも本当にありがとうございます。YouTube をたくさん見てくださるおかげでお墓参りのお花を豪華にできたし、お墓の維持費、当場、お布施なども支払いやすくなりました。ぜひ今後ともたくさん動画を見てください。お願いします。